モルモン書イエス・キリストについてのもう一つの証に記録されている実際の出来事に基づく。レーマン、レムエル、子供たちに話そう。私の孫たちよ、私はお前たちに祝福を残さなければ墓に入ることができない。お前たちが行くべき道に従って育てられるなら、その道から離れないことを知っているからだ。だから私の祝福のゆえに、主なる神はお前たちが滅びるのを許さず、お前たちと子孫を常しえに憐れんでくださることだろう。お前たちはことごとく滅ぼされてしまうことはなく、お前たちの子孫は最後には祝福されるであろう。Ha ha ha.